はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。トルコリラインのテクニカル分析を3分で解説します。7月19日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足ボリンジャーバンドトレンドレスのニュートラル状態1目均衡表、下落トレンド進行中、ストーキャスティックス、回シグナルが点灯ということで、はい、週足ベース、上値の重い展開と考えております。続きまして、冷やしです。はい、ボリンジャーバンドトレンドレスのニュートラル状態1目均衡表、下落トレンド進行中、ストーキャスティックス、回シグナルが点灯ということで、冷やしベースは下目。 と考えておりますすそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します、はい、まずは週ンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21周移動平均線ほぼ真横でを向いておりますトレンドが出ておりません、その中、ロうソク足はといいますと21周移動平均線の下マイナスシグマラインレベルを推移ということで週、はい、ンジャーバンド、はい、トレンドレスのニュートラル状態ということです。 そんな中、週足ストーキャスティックス、らいすぎの判断基準であります20%ラインで回シグナルが点灯、はい、ただ %D、スロー D、若干フラットか横向きになっておりますので回シグナルの生徒としてはあまり強くないのかなという感じです。はい、続きまして はいこちら週足一目均衡表です。はいこちら下からローソク足、転換線、基準線、雲の順番、典型的な下落トレンドのパターンということです、さらには短期指標の赤いラインの転換線、下向き、あのー、下落傾向を示しております、売りバイアスが強い状態、はい、さらにローソク足の上にレジスタンスラインとして転換線、その上には基準線とありますので、チャート形状からもなかなか上には行きづらい形状をしております。 はい続きまして冷やのボリンジャーバンドはいトレンドの方向性示す回転線21日移動平均線真横を向いておりますトレンドがない状態はいそんな中ボリンジャーバンドバンド幅もほぼ一定で真横を向いておりますのでまあ、方向感のないレンジ内での動きという感じですはいストーキャスティックス買いシグナルが点灯しておりますがパーセント D パーセントスローリー真横を向いております買いシグナルの精度としては高くないようですはい続きまして はい、こちら、冷やしの一目均衡表です。はい、こちらもですね、形状から言うと、下落トレンドの形状、さらには短期市場の赤いラインの転換線が、基準線、中直市場の青いラインの基準線、下抜け成功しております。これはいわゆる逆転という売りシグナル、さらに転換線の向きですね、かなり鋭角に下落をしておりますので、売りに勢いがある状態と。 いうことです。はい、それではえっ、ー、とですね。7月19日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは7.70レベル7.70レベルこのぐらいですね。はいと考えております。続きまして、レジスタンスラインなんですけどもはい、レジスタンスラインにつきましてはですね。はい、えっ、ー、と本日の高値レベルですね。はい。 今週の高値レベルですね。すみません。はい、7.86レベル、7.86レベルと個人的には考えております。 はい、7月19日までの予想レンジ7.70レベルから7.86レベルということです。ポイント、売りバイアス、強しということで、はい、週足、冷やし、ボリンジャーバンド、トレンドが出ておりません。さらに週足、冷やしのストーキャスティックス、買いシグナルが点灯しておりますが、チャート形状的に強い形状をしておりません。はい、そんな中、週足、冷やしの一目均衡表、下落トレンド進化、進行中な上、短期商の赤いラインの転換線、下向き、 週足け、日明転換線ともに下向き、売りバイアスが強いということです。はいそういうことで本、えーと、7月19日までのトルコ・リラ円につきましては、上値の重い展開と考えております本日は以上となります。